先ほどと同じ組み合わせ、1回戦すでに終了しています。続いて2回戦です。第1組のスタンバイとなります。内側にスタンバイ、広島総督黒瀬幸太郎、外側鳥取倉吉西安田康介です。とスタートしました。先ほどの1回戦は現在前方黒瀬幸太郎、最後の直線にきちんと合わせてくる、そんな走りを見せまして先着、その時の上がり参考タイムは11秒852です。黒瀬幸太郎、3月の選抜大会も、そしてこの残っているメンバー、勝ち上がったメンバーの中で言ってもインターハイでの実績持っているのはこの黒瀬幸太郎だけです。対します後方、さあ今度は一気に行きました。さあ予選の時計は1番時計、唯一10秒台を出した安田康介、捨て身のアタック、これはこうしていくしかないという満を持しての残り1周手前のロングスプリント。しかしながら黒瀬幸太郎も粘りの走りが心情。さあここは3コーナーかぶせてくることができるか。大きく車間は開けてきましたが追い込んできた。4コーナーから直線に入っていくところ、長い直線勝負。さあどうだ、最後は黒瀬幸太郎きちっと合わせてきました。上がり参考タイム11秒272です。第1組先着291番黒瀬幸太郎確定となりました。そう、続いて2組2回戦です。近い位置にスタート位置取りまして、内側作新学院栃木宇賀神レイマ、外側静岡清涼長田龍拳です。ゆっくりとスタートしました。内側からスタート、やや現在前方宇賀神レイマ、
後方から長田龍拳です。積極的な走りを見せました長田龍拳でしたが、1回戦宇賀神麗馬が最後はきちんとこの直線しっかりとその足を見せました。ストレートで勝ち上がるか、それとも長田龍拳が粘りの走りを見せるか。1周目3コーナーへ向かっています。残り1周の鐘、徐々にペースを上げてきます。内側に宇賀神麗馬、外側に長田龍拳。さあこれもまた同時にスプリントをかけてきた。先ほどの1回戦と全く同じような形、タイミングをぴったりと合わせてきたが、宇賀神麗馬内側が粘る。4コーナーから直線に向かっていくところ、先行宇賀神麗馬、外側から長田龍拳、どうだ伸びるか。しかしながら宇賀神麗馬そのまま粘った。上がり参考タイム11秒388です。第2組2回戦、先着作新学院宇賀神麗馬、先着確定となりました。従いましてこちらも1回戦2回戦ともに取りましたので、各組それぞれからの勝者が確定。 1,2 位決定戦は黒瀬幸太郎と宇賀神麗馬、 3,4 位決定戦は安田光介と長田龍拳、以上となりました。つながる絆、見せよう僕らの若き力、羽ばたけ世界へ南東北総体2017平成29年度全国高等学校総合体育大会自転車競技大会2日目、トラック競技2日目、以上をもちまして全ての本日の競技スケジュールを終了いたします。この後女子スクラッチの表彰が行われます。準備でき次第のご案内となりますが、どうぞ表彰会場の方にもお越しください。明日は大会3日目、トラック競技は最終日となります。開始予定時刻が今日までとは少し変わりまして、8時40分から女子公開競技ポイントレースの決勝から競技が行われます。昨日とは打って変わって今日は暑い一日となりました。今日も朝早くから、そして競技終了まで熱い温かい応援をいただきました皆様方、ありがとうございました。明日トラック競技はいよいよ最終日となります。インターハイ自転車競技としては2日間を残しているところ、本日2日目の競技は以上をもちまして全て終了となりました。明日も熱い応援をよろしくお願いいたします。この後表彰式となります。どうぞ表彰会場にお越しください。競技役員の皆様方に業務連絡です。競技終了後10分をめどにということで、朝お伝えしました通り終了ミーティングを行います。朝のミーティングの場所にお越しください。明日は8時40分から競技となります。これから表彰式です。どうぞ表彰会場にお越しください。